ヘンリエッテ・アマーリエフォン、アンハルト・デッサウは、ドイツのアンハルト・デッサウ公、ヨハン・ゲオルク2世の娘で、ナッサウ・リーツ公、ヘンドリック・カシミール2世の妻。1696年から1707年にかけ、フリースラント州、フロー人間ンン州、ドレンテ州の総督職を摂政として対抗した。ヨハン・ゲオルク2世とその妻で、オラニエ公、フレデリック・ヘンドリックの娘である。 ヘンリエッテ・カタリーナの間の四女として生まれた。両親にとっては、実質的に二番目の娘である。1683年11月26日に、デッサウで、互いの母親が姉妹同士のいとこである、ナッサウディーツ公、ヘンドリック・カシミール二世と結婚した。夫は、ネーデルラント連邦共和国のフリースラント、フロー人間、ドレンテの三州の総督を務めていた。 1696年に夫、ヘンドリック・カシミールが亡くなると、ヘンリエッテ・アマーリエは幼くして三州の総督職を継いだ息子、ヨハン・ウィレム・フリーゾーの摂政に就任した。ヘンリエッテ・アマーリエは母親から非常に優れたオランダ絵画のコレクションを遺産として相続した。1710年、彼女は総督の母親として定説の意図高貴なる騎士団を創設した。 またヘンリエッテは、次女の出産時に、助産婦で、医学者のユスティーネ・ジー・ゲムンディンに、出産の世話を頼んでいる。ヘンリエッテ・アマーリエは1704年から1709年に、かけ、フランス人建築家、ダニエル・マロに命じて、巨城のオラニエンシュタイン城を、バロック様式に改築させ、1726年に、この城で亡くなった。ありがとうございます。